ちょうど今こちらに自衛隊員の姿がありますね。この先は今あの土砂崩れの影響で車などが行けず、奥の地域はね、孤立集落になります。リュックなどを持っていますので、おそらく食料は飲み物などをこれからね、この孤立集落に届けるものとみられます。大規模な土砂崩れの影響で分断された輪島市内の道路。能登地方に甚大な被害をもたらした記録的豪雨から4日目を迎えた昨日、孤立した集落に物資を届けるため自衛隊員30人が集まっていました。道があるような場所じゃないですよね。かなり人の背丈ぐらいあるような草が入ったところ、ちょっと気をつけてくださいね。下っていきます。これから孤立した集落に向かうという自衛隊に取材班も同行させてもらいました。道なき海岸線沿いを進む隊員たち。上から土砂が流されてきている場所ですね。大量の木や草がもう海の方にまで押し流されています。土砂崩れによって流されてきたとみられる大量の倒木が散乱するなど、記録的豪雨の爪痕が残されていました。そうした孤立集落へ物資を届けるため徒歩で向かう自衛隊。目指したのは集落に通じる道路が土砂崩れで寸断された輪島市宇入町です。今年1月に発生した地震の時も土砂崩れによって孤立した宇入町。車進むことができない場所になります。その時にも目覚まし8は自衛隊に同行し集落の様子を取材しました。人の背丈ぐらいあるような大きな岩が大量に崩れて道路自体を埋めています。崩落した斜面は雪の影響でぬかるみ急勾配になっている場所も。当時は海沿いの道を伝って集落へと向かいましたが、昨日は一つ一つの石というかもう岩が1メートル以上ありますよね。実はこの場所かつて海だったのですが、震災によって海底が隆起したのだといいます。歩くことおよそ30分、ようやく宇入町に到着。住民から聞こえてきたのは救助を待つ間の過酷な孤立生活でした。フジテレビですけど、皆さん大丈夫でいらっしゃいますか？お怪我も含めて。怪我をしてると電気来ないし水来ないし、物資も来ないし、もうやっとの生活やね。およそ40人ほどが生活しているという宇入町。浸水による被害を受けた家屋もあり、停電や断水などライフラインも寸断され、住民は3日間耐え続けていたといいます。4日目にしてようやく支援物資が届けられました。じゃあ先水行こうか。水、うん、水各分大ごと水2名リュックに詰め込まれていたのはペットボトル240本の水。
そして非常食が920食分。集落には保管する倉庫がないため、区長の家に運び込まれました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。もうでもう限界、うん、助かりました。もう本当にもうなんでこんな目に遭わなきゃならないのかしらってね、うん、ね、やっぱり電気が電気もね早く来てみればいいんだけど。そんな中、取材班が出会ったのは海岸線沿いを歩く男性。お父さん、ご自宅どちらになりますか？三谷です。救援物資が届かんもんで。男性は孤立した集落から自力で市街地方面に向かい、食料品を調達してきたのだといいます。うちから、まあ、町降りたとこで1時間かかった。男性が住む三谷町に同行させてもらうと、途中至る所に豪雨による爪痕が残っていました。この辺の下は地震ですか、それとも今回のやつですか？これは地震地震じゃなくて今回のやつ。三谷町もライフラインが寸断され、これまで一度も支援物資は届いていないと言いますが、集落の手前で自衛隊と遭遇。結構自衛隊の方いらっしゃいますね。大丈夫、行ってください。やっぱり教員みんな、来てくれてるわですね、よかった、来てくれて助かったわ。ありがとうございます。先ほどとは別の隊員たちが支援物資を届けに来ていたのです。届きました、ありがとうございます。ありがたいと思います。はい、本当に感謝してます。ようやく届いた支援物資に安堵する住民たち。ありがとうございました。本当におかげさまにあんたたちお世話になってくれてありがとうございます。集会所で3日間身を寄せながら生活していたといいます。俺もほっとしたし、町内の人も、今度またしばらく出るなと思ってて、見た通りほら老人ばっかりやったね。買い出しにも行かれんし。一方、輪島市の市街地から車で40分ほどの山あいにある東山町では、うおぉ、また倒れてる。行く手を阻む土砂。これは孤立した集落から自力で抜け出そうとした男性が撮影した映像です。土砂崩れが、こう、歩いている際にも起きましたので、その辺で非常に危険であるというところ。そうですね、奈良県に住む大学生の広瀬晴樹さん。東山町の親戚の家に、お米の収穫を手伝うため滞在していた中、豪雨に遭ったといいます。本当に音を立ててというか、家屋を揺らすぐらい の雨になっていましたので、少しちょっと異常なことが起きているなということで分かりました。これまでに経験したことがないほどの大雨に危機感を抱いたという広瀬さん。安全な場所まで移動するため集落を出ようとしますが、すでに道路には泥水が流れ込み、その先は
倒木で塞がれていました。別のルートでの脱出を試みますが、うおお、また倒れてる。目の前の道路に土砂が次々と流れ込み、先に進むことができませんでした。さらに他の道路でも、目の前に広がっていたのは陥没し寸断された道路でした。道ももう濁流の状態でしたので、歩いても、まあ、到底帰れないというところで、動かないというところをまずは前提に考えました。自力での脱出を諦め、親戚の家で様子を見ることに。ところが、雷の数十倍というか、もうドンという音がしまして、まあ、建物も揺れましたので、何が起こったのか本当に分からなかったんですけれども。突如、裏山にあったという2本の木が家の2階部分を直撃。さらに広瀬さんたちの家のすぐ近くでも、空き家の中に土砂ですとか水が流れ込んでいる、そういった様子を見ました。土砂崩れが発生し、空き家の1階部分が埋まってしまったのです。不安に襲われる広瀬さんが思いついたのは、 X を使って SOS を発信することでした。山が崩れてどうにもできません、助けをお願いします。すると豪雨から3日目を迎えた一昨日、本当に来た。広瀬さんのもとに救助ヘリが、ヘリが非常に低い高度で来ていまして、一見こう他の集落の救出なのかなと思ったんですけれども、次第にこう家の田んぼの上で旋回をしていきまして、来たんだなというところで、 X で見た方が119番ですとか、警察自衛隊に連絡を入れてくださいまして、